い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、今回もやっていきたいと思いますが、まあ、前回田所さんの手下がアジトの前にいて、まあ、ちょっと護衛やってくれっていうことで、ミレニアムタワーの裏っぽいって言ってはったから多分あれやと思うんですが、まあ、これが終わったらちょっとね、やっぱメイン気になるからとはいえ、この田所さんっていうか、あの少年のね、正しくんの話も多分結構長く続くサブストーリーだと思うので、そっちもそっちで気になるし、ちょっとやっていきたいと思います。これ終わったら、まあでもとりあえずはあのメインストーリー進めようかなとも思ってます。じゃあ、おー、護衛対象者こんなチンピラみたいな人なん？こんなやつで本当に安全なんだろうな？ご安心ください。彼は我々がご用意できる中で最も優秀な人材です。顔色一つ変えんとよう嘘つけるもんやそれではお願いします。念のため繰り返しますが、この方を無事に引き渡すことが今回の仕事です。この方にもしものことがあったら、鈴木さん、あなたにもそれ相応の責任を取っていただきます。よろしいですね？わかった。大丈夫かな。でも自分な、冴島さんさえ警官に結構狙われててやばいと思うのに、どうして俺がこんな目に。ん？早速おいでなすったか。あんたあんまちょろちょろすんなよ。いいお前、早く殺せ。ち、仕事とはいえやる気がそがれるわ。しゃあない、一丁片付けるか。はい、はい。怪しい男。ああ、なんか日本刀みたいも持ってるけど、ヒットマンや。懐かしい、ヒットマンとか。手が5足 3でめちゃくちゃこういっぱい倒していったけれども、よし。てか今護衛対象者にも体力出てたけど、ああ、そっか、護衛対象者が死んでしまったらもしかしたらあかんのか。ほれ、ぼさっとすんなや、はよ立て、行くで。なるほどね、じゃあちゃんと護衛対象者がボコボコにならへんようにも考えつつ戦闘しなあかんわけやな。まあそういう説明したはったけどやな。もう一息、もう一息。聞くな言われてるけど、あんた一体何が やらかしたんや。正直あんたがこんな、ん？対応業なこと、大業じゃないな、大業わからん大層なことされる人間には見えへん。まあな、そうやな、言ったら契約が後ろで待ったはんで。契約ん？気づくの遅い。ちってんおった、あんたおとなしゅうしとけよはいはい、任せとけ。よっしゃ。なんかでもそんなに強くもないしな。うわあ、こら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 、あっちを完全に狙ってるやろ。ちょ一応殴ったな。待て、完全にあの人を狙ってるやん。はい、もういい。こらキンスター、はい、よし、ほんでワンパターンといえども、これが一番効率的ですぐに倒せるからな。ふう、おい死んでへんか。はあ、はあ、ああ、生きてる生きてるよ。なんだかんだでしぶといやないかよし、行くで、行くで。こんなさ、街中でボコボコ喧嘩してたら絶対警官きつそうやけどな。でここやな、あとはあんたを引き渡して終わりや。ん？ん？お、俺は助かったんだな。フラフラしてる。気抜くのはまだ早いみたいやで。え？まさかこいつも？おい、この場所誰に聞いたんや。ん？問答無用か。わかりやすくてええわ、来いや。何も喋らへんし、何も喋らへんけど、もう決めつけてかかって大丈夫な？
まあ、怪しいけどさ、あ、拳銃持ってる。よいしょ。みんなそんなに効かないと。よいしょよいしょ。こいつさ、結構強いな。今までは大抵これでいってたけど。よし。ほう。ふう、これで打ち止めやな。ははは。俺は助かったのか。お仕事ご苦労様でした。なんや、ついてきてたんか。なんでお前がここにおるんや。引き取り人は。いやいや、先ほど連絡がありましてね、これであなた方のお仕事は完了です。え、あなた方、え、鈴木さん、それにそこのあなたも、え、どういうことや。クク君もお話ししてもいいでしょう。あなたが必死になって守ったそちらの方ね、実は護衛対象でも何でもない正志君と同じうちに借金を抱えてるお客さんです。え、なんやと。お、本当の護衛大使は我々の身内が安全に目的地まで送り届けました。 あなた方が見苦しく逃げ回っている間にね、おとりあったってことか。わしらはただのおとりあったっていうんか。彼にはおとりの役を果たしきれば借金を帳消しにするという条件でした。結果彼の借金は消え、我々も無事に仕事を完了した。ふふふ、実にスマートだと思いませんか。スマートですね。あんたそうだったんか。ああ、ああ、そう。ご苦労様でした。今回の報酬、そのままただし君の借金返済に当てさせていただきます。ああ、はい、伺ってください。はあ、お互い大変でしたね。バカみたいだろ。あんたが命を張って守ったのがこんなただの借金まみれのチンピラなんて。すまねえ。いやいや、でも俺が人生やり直すにはこれしかなかったんだ。これ以外もう方法がなかったんだ。すまねえ。いや、その気持ちを持ってくれてるならもういいよ。俺は何も気にしてへん。え、一度守ると決めた相手がどっかの大先生やろうが、ただのチンピラやろうが、そんなこと関係ない。自分で決めたことを最後まで貫き通す。何にも言い訳しない。大切なのはそこや。おう、それに俺はあんたを守れてよかったと思うとる。人生やり直したいんやろ。一生懸命生きたいんやろ。力になれてよかった。もうめっちゃいい人やん、冴島さん。がむしゃらに取り返した人生や。気張って生きろや。じゃあな、頑張って。なあ、ん、あんた、ん、どうも。ありがとう。俺は今度こそまともな人生にしてみせる。あんたもきっと何か事情があるんだろ。俺応援してっから。うん、大きにな。え、なんかめっちゃいい話やん。冴島さんがいい人すぎるなっていうか。いや、経験値5000手に入れたで。はあ、よし。じゃあどうしよう。こんなところまで来てしまったけど、警官いっぱいいるんやろ。どうしようかな。どうしようかな。タクシーで帰っちゃおうか。タクシーもったいないとか言ってたけど、タクシーで帰っちゃおうか。でもタクシーで行ってもしょうがないし。あ、地下駐車場まで。いや、でも桐生ちゃんからのお金もったいないし、歩いて帰ろう。さてさて、ついでにちょっとおじいちゃんの様子を見に来たんですが。よく来たな。おう、仙人、よく来たな。手伝ってくれるのか。手伝う。あ、うん、うん、掘る場所を選んでくれ。下水からの道。え、何これ。あ、うん、いや、なんか様子を見に来ただけで早速。え、あ、掘るんや、ほんまに。確かお前さんにぴったりな大きなツルハシがあったはずじゃ。それをカットしようかの。トレーニングとしてやるならそうじゃの。1分を目指してやってみるといい。ん？溜めて叩くと一気に岩を削れるぞ。まあもし難しそうならゆっくりやってくれても構わん。では準備は良いか。はい。ん？うん。はい。トレーニング？何？掘り進め。
何何何何あ、そういうこと。あ、え、あ、え、ちょっと、あ、ここ離れすぎてた。目指すは1分じゃん。え、で、いいんかな、こんなんで。よいしょ、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 え、合ってる？よいしょ。よしよしよし、初めてやった方がいいんかな、やっぱ。よいしょ。え、あと20秒。お、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 終わった。てか、ツルハシで1点を叩くだけであんな全体崩れるなんて、サジモさんの力どんだけ。なんと、カモノ町の地下にこんな場所が。なんや、この広い空間は。これは防空壕？防空壕？あ、おそらくは戦時中に使われていたんじゃろう。これだけ綺麗に残っていれば歴史的価値も高いじゃろうな。じいさんの親父が言ってた大事なものはここにあるんか？いや、聞いている場所はもう少し奥のはずじゃが。ん？じいさん見てくれ。え？何？何？なんかすごいワクワクする。どうしたん？看板。どうやらここは第一防空壕というらしいな。そんでこの岩の先にあるのが第二防空壕っちゅうことやな。とりあえず手がかりはこれしかなさそうじゃな。次はここを掘ってみるとするかの。ん？なんか落ちとる。これは兵法書？格闘技について書いてある。待った、これはすごいぞ。この技は使えそうや。お？お？思わぬところで報酬があったようじゃな。金を払ってやれないのが心苦しいところじゃが。いや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 、金なんていらん。縁も拾ったし、俺は満足や。久々に体も鍛えられた。ありがとな、じいさん。え、からくり道楽。からくり道楽？入り口まで送ろう。え、なにこれ、面白い。で、で、あ、仙人師匠って、これか、これのこと。あと、4つあるってこと？三角を長押し。溜めた力を強烈なひねりへと転化させ、周りにいる敵をなぎ倒す連続水平斬り。ん？三角を長押し。ん？斬るってことは何？刀かなんかの技なの？か？な？わからんな。三角長押しか。ふむふむ。よく来たな。もうちょっとやってみる。もうちょっとやってみる。じゃあ第一防空壕西側。ん？コツがいる。ただし岩を砕く衝撃で落石が起こり、ちょっと待って、地震が起きてる。地震が起きてるよ。地震結構大きい。ちょっと待って。え、大丈夫これ。大丈夫これ。なんか、すごいねんけど。え？え？またこれ、どっか大きい地震なんちゃん。どっか大きい地震なんちゃん。大丈夫これ。大丈夫これ。まだ揺れてんねんけど。これ別に物が落ちたりとかそんなことはしてへんけど、収まったけど、どうしようこれ。実況的にどうな。そんなことをもう考えてしまうんですが、ちょっと待って。あ、福島県の方で震度6弱かな。大丈夫？はい、まあうちの家とかは全然大丈夫ですが、はい、
どうしよう。まあ一応続けるか大丈夫かな。じゃあこの席のおじいちゃん終わったらちょっと一旦中断します。 ただし、岩を砕く衝撃で落石が起こりそうじゃ、お前さんはその落石を叩いてくれ。落石を叩く。転がってくる岩はお前さんほどの力があれば殴れば砕けるくらいの硬さ。じゃが、もし落石に当たれば怪我をする、お前さんの身も危険にさらされるかもしれない。体調は万全にしておいてくれ。では準備は良いか。いやー、なんかちょっと待って、変な方向にドキドキして 大丈夫かな、さっきの地震。 とりあえずうちは今仙人を守るけど。おお、ちょっと待って、じいちゃんごめんよ、じいちゃん、ちょ、これむずい。ちょっと待って、おじいちゃん守れへんかった。しまった、おじいちゃんごめん、危ない。ごめん、もう一回ちょっとやってみる。おじいちゃんないので、まあ回復使うのもありなんですが、もったいない気もやっぱするやん。てか、あそこバケツ置いてある。ここの水汲み取ってどうする気なんやろ。しゃあないな、どうしよう。まあちょっとアジト変えるか。帰りってどっちだったっけ。どっちから行くのが近い。さて、足を引きずりながらアジトへ帰ってきましたが、いやー、ちょっとさっきからまた地震がちょこちょこと、さっきほどじゃないけど弱くですがあるので、ちょっと、ただし、むにゃむにゃ、あきこお姉ちゃん、なんや、ただしのやつ寝言までほんまに姉ちゃんが心配なんやな。そうか、俺が親戚のおっさんぶん殴って、安子と二人で暮らしだしたんも、あいつが正しぐらいの年やったか。あん時の安子も寝言でお兄ちゃん言うとったな。おっと、誰や。まあ、どうせそうでしょう。そう思った。まあ、入れや。鈴木さん、早速ですが、お仕事です。また、ちょっともう、中断しようかと思っててんけど。では仕事の説明をさせていただきます。今回の仕事は中道通り裏にあるビルを不法占拠している連中の追い出しです。えらい簡単な仕事やな、ほんまにそれだけか。ただ追い出すといっても30人ほどの男たちが占拠しているのですが、それでも簡単ですか。まあそれぐらいの人数なら何とかなるやろ。30人をそれくらいですか。それではあと一つお願いさせていただきますか。え、お願いってなんや。その連中のボスを捕まえて私どもに身柄を引き渡してほしいのです。なんで。相手の背後関係を知っておいて損はありませんから。わかった。で、この仕事の報酬はなんぼになるんや。もう今回の仕事の報酬は100万円。そうやって具体的に言ってくれたらなんかやりがいがあるな。結構長くやな。それだけこの仕事に危険が伴うということです。もちろんあなたなら何の問題はないと信じていますよ。
つまらん冗談はええ、それより場所はどこや。中道通り裏、六蘭荘という雀荘の向かいにあるビルです。じゃあ雀荘なら多分訓読みじゃない、本読みチンピラが溜まっているのでわかるはずです。連中のボスを捕まえることも忘れずにお願いしますね。分かっとる。とりあえず、雀荘の近くにあるビルに行けばええっちゅうことやろ。そうですね。ではよろしくお願いいたします。はーい、分かったけど、さあって鬼が出るか、鬼が出るか蛇が出るかか。おじさん、おじさん、こんな日ごと仕事を引き受けて大丈夫なの。なんやただし起きとったんか。ノックの音で目が覚めた。ちょうどええ、留守番しといてくれるか。僕も行く。え、でもさ、また南さんみたいになんかな、殴り込み来られても困るけど、こらと言って僕も行くって言われてもあかん、あかんかん。30人やで。だっておじさんにだけ危ない目に合わせられないよ。ただしはっきり言うて、ついてこられても足でまといになるだけや。でもお前は姉ちゃんに会うことだけ考えとったらええんや。おじさん、ちょっと行ってくるから留守番頼むわ。うん、現場はちゃんそう一仕事してくるか。ちょっと待って、うちはちょっとおーと、そんなじゃあちょっと西島さんにはアジトの中に入ってちょっと体力を回復してもらっといて、その間にうちはちょっとさっきからなんか多分お父さんから大丈夫とかメールが来てたりなんやかんやするんで、ちょっと家の中を見てきたり、いろいろ情報をニュース見たりしてちょっと見てきます。ちょっと休憩。